害虫駆除チャンネル。皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは虫の侵入防止対策です。今回紹介する商品はこちら、プロコート防虫シーラントです。この商品は隙間を埋めるシーリング剤で、かつ殺虫成分を含んでいるので虫の侵入を長期間防ぐことができます。それでは正しい使い方を紹介していきましょう。まず最初にノズルを外してください。ノズルの先端で内部の防湿膜を破ってください。再びノズルを装着してください。適当な太さにノズルをカットしてください。コーキングガンにセットしてください。劣化したシーリング剤の亀裂を埋めてください。亀裂からの虫の侵入を防ぐことができます。配管の隙間なども埋めてください。今回このプロコート防虫シーラントを紹介させてもらいました。虫の侵入で困っている方はぜひお試しください。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。